どうも、りょうまでーす。今回も、世にも奇妙なシールゲームをやっていこうと思いまーす。ですね、始める前にですね、皆さん、衝撃の事実がございまして、自分これ始めるときに、パート、まあ、2、3ぐらいで終わるんじゃないかなーって、思ってたんですよ。で、こないだ、これどこまであるのかなと思って確認したんですよ。で、ちなみに次やるのが31なんですけど、これなんと、ご覧ください。パート66まであって、今ちょうど半分ぐらい来たかなーって感じで、パート 8? ん ?9 かな?なんで、これ多分パート20ぐらいまで行こうじゃない、行くと思うんですけど、まあ、でもね、すごいこれやってて面白いので、ちまちまやっていこうと思うのでね、もし見たいっていう方いたらぜひ見てあげてくださいってことで、パートの31、優越感の代償からまたやっていきましょう。はい。イケメン芸人の総太郎が SNS に画像アップしたところ、住所まで特定されてしまった。住んでいる都道府県はどこを見ればわかるだろうか?そんなわかっちゃう情報が、このな、あ!東京タワー見えてるもんね。これさすがにバレちゃうでしょうよ。やっぱこれはわかりやすいね。東京タワーが見える場所に住んでいるのだから、この芸人は東京に住んでいるのだろう。これはね、自分でもわかりましたね。この写真だけではさすがに住所までわからないはずだが、ファンに自宅を特定されてしまった。なぜだろうか。確かに、東京ね、タワー見えただけじゃ、住所まではわかんないもんね。あ、これさ、このさ、なんか電気代みたいなこれに書いてあるんじゃない?今日もなかなか冴えてますよ。郵便物が映っていたので、自宅を特定されてしまったのだ。住所そのものは書かれていなくても、印字されているバーコードから自宅が特定されてしまうことがあるので気をつけよう。それで住所って分かっちゃうんだ。彼は女子アナとの熱愛が噂されていたのだが、彼女の誕生日デートをしたことが決定的となってしまった。どこを見れば分かるだろう。これカレンダーでしょ。あそこにだってハートマークついてるもん。いやー、絶対そうだこれ。ほら。カレンダーが正解。誕生日にハートマークをつけてまでデートを楽しみにしていたなんて彼にはピュアな一面があるような。いいね、ピュアってね、素敵ね。総太郎が写真をアップした本当の目的はさりげなく自慢するためだったようだ。何を見せたかったのだろうか。これ自分気づいてます。これでしょ、多分S ハート M って書いてあるじゃないですか、ここ。多分このお揃いのやつを。うわぁ、もうやらしいなぁ。彼はお揃いで買ったブレスレットを世間に自慢したくてたまらなかったようだ。もちろんそのことに気づいた彼のファンは激怒し、殺害予告まで送りつけることに。ファンおっかないね。いやでもね、こういうのお揃いね。自分もすごい好きなんで気持ちはすごいわかっちゃうな。真昼の街中で女性がひったくりにあったようだ。女性はバッグをどこに入れてひったくられたのだろうか?これさ、普通に考えたら自転車の格好だよね。おーい。女性は自転車に乗っていてひったくりになったようだ。奪われたバッグは前のカゴの中に入れていたのだろう。近くを歩いていた通行人は皆事件に気づいたのに誰も110番に電話しなかったようだ。それはなぜだろうか。交番の前だからってことかな。もう、真ん前ね。交番ですもんね。はい。すぐ近くに交番がある。電話で通報するよりも交番に駆け込む方が早いと判断したのだ。もうそれはそうよね。この画面の中で、実はもう一つ犯罪が行われようとしている、盗まれそうになっているものはどれだろうか?ああ、これ奥のさ、バイクじゃない?これなんか、怪しいよね。女性を心配して近づいてきたのバイクが盗まれようとしている。あら、こんなどさくさに紛れて。バイクを盗もうとしている犯人には、共犯者がいる。それはこの画面の中に映っているどの人物だと推理する?はぁ!これさぁ、ヘルメット被ってるこのお兄さんかな?違うのか?これさ、でもさ、ヘルメットの人じゃないとするとさ、もうこの人しかいなくない?どういうこと?だってさ、ここに映ってる人物ってさ、またおまわりさんしかいなくない?どういうことだろう?全然わかんない。人物をね、いろいろタッチしてもわかんなかったんで、ヒント見てみました。そもそも本当にひったくり事件は起きていたのだろうか?この人ってことじゃ。マジ?
実はひったくりはやらせだったのだ。通行人が心配して集まってきたところを狙い、バイクや車を盗むという手口を繰り返していたようだ。しかし今回はすぐ近くが交番だったこともあり、彼らはほどなくして逮捕されたという。そういうことか。ある朝、男性の死体が発見された。この事件現場は関西に存在しているのか、どれを見ればそのことがわかるだろうか。あ、これさ、奥のさ、この台ってやつさ、確かそうだよね。関西にあるやつだよね。窓の外に見えている、これ山肌に台の文字が書かれている。これは京都で行われる大文字焼きの後である。いいな、京都行きたいな。死因は窒息のようだ。しかし、抵抗した跡がないということはよほど深く眠っていたのだろう。彼を深く眠らせたものは何だろうか。お酒かな。おー、酒の瓶が転がっている。死の直前、彼はおそらくこれを飲んで泥酔していたのだろう。あ、飲みすぎちゃったのね。彼はなぜ深酒をしてしまったのだろう。彼を追い詰めた理由として考えられるものは？なんか書いてある、これ。何？彼は奥さんに出て行かれてしまったようだ。書き置きと指輪だけがむらしく残されている。あ、指輪もあったんだ。彼を殺してしまった犯人は一体誰だったのだろうか。どうやら犯人は殺意はなかったようだが、犯人の姿を示してほしい。これお写真ってことかな。おい、なんかまた重いな。あー、でも違うわ。これさ、お写真じゃないとなるとするとさ、あとさ、猫ちゃんしか写ってなくない？これ猫ちゃん犯人なんてことある？なんで？待って、なんで猫ちゃんがどうやってやんの？息の根を止めてしまったのは彼が溺愛していた猫だった。ただ大好きな主人に甘えたくて、酒で温かくなっていた顔の上に乗ってしまったの。なんとも悲しい結末だ。自分あれなんですよね。温かくってすんごい言えないんですよ、いつも。なんか難しくないですか？温かく。コンサートホールの楽屋で、二人の男性が倒れていると通報があった。彼らの死因は何だと考えられるだろうか？待って、何これ、なんか抱き合ってない？これまたあれかな、お酒が原因かな。何、またお酒なの？どうやら、シャンパンなんだ。入っている毒を飲んでいたことが死因となったようだ。毒は誰かの手によって仕組まれたのだろうか？疑いをかけられたのは、同じグループのメンバーだった。二人以外にメンバーがいたことはどこでわかるだろうか？これコートじゃない？なんかこれ三人分あるっぽいですよね。ハンガーには三色のガウンがかかっている。つまり彼らは三人組のアイドルグループだということだ。もう一人のメンバーが疑いをかけられてしまった理由は何だったのだろうか？でもそうだよね。その一人の人が毒持って何かをやったってことだけど、なんだろう、奥のなんかプレ、少ないからとかそういう感じ？一人だけ届いているプレゼントの少ないメンバーがいるようだ。二人の人気に嫉妬して犯行に及んだのではないかと警察は疑ったのだ。捜査の結果、二人は自殺をしていたことが分かった？殺されたんじゃないんだ。彼らがなぜ死を選んだのか、その理由を察することはできるだろうか。これさ、なんか愛し合ってたけど、認められなかったとか、そういうお話かな。やべえ、なんか今回すげえスラスラ行く。二人は恋に落ちていたのだ。男性同士である上にメンバーで同士でもあるので、ファンや世間に公表するわけにいかず、三人の関係も激尺じ始め、未来を憂いて自殺に及んだようだ。なんでこれ、なんか今までで一番悲しいような気がする。昼下がりのカフェで女性が突然血を吐いて動かなくなった。女性の死因として一番怪しいものはどれだろう？これお薬っぽくない？なんかそんな気がするけど。お薬じゃないってことはこれかな？飲み物かな？また。なんか濃く飲み物多いね。彼女は死の直前まで友人とお茶を楽しんでいた。しかしティーカップから毒は見つからなかった。周囲の客も特に怪しい様子はなかったと証言している。またなんかやられちゃったのかな？被害者の女性は1ヶ月後に結婚を控えていた。その事実がわかるのはどこだろうか？これ指輪してるもんね。
しかも1ヶ月後に結婚する予定だったのに、悲しいじゃんこれ。被害者の左手の薬指には大粒のダイヤモンドの指輪が光っていた。一般的に結婚指輪であれば大きなダイヤはつかない。婚約者から送られたものだろう。そういうもんなんだ。捜査を始めると友人は1年前まで被害者の恋人と付き合っていたことが発覚した。友人の持ち物で怪しいものはないだろうか。これがお薬か多分。来た来た。友人のカップの近くにピルケースが置かれている。いくつか薬が入っているようだ。警察はこれが怪しいと思って押収したが、鑑識の結果単なるアレルギー薬だと分かった。殺したい相手に毒薬のカプセルを飲ませるのは至難の技だ。友人はどうやって警戒されずに被害者に薬を飲ませたんだろう。その理由を示す箇所を探してほしい。あれこれさ、さっきさ、このカップってさ、正解になったっけ？これに入れたとかじゃなくって？違うわ。これさ、こっちのカップも関係ないもんね。違うもんね。今回もちょっとわからなかったんでヒント見てきたんですけど、春になると一定数の人はそれを発症する？どういうこと？これマスク関係あるかな？なんか来た！でもわかんない。被害者のバッグからマスクと花粉用のゴーグルがはみ出ている。友人はよく効く薬があると言って自分のピルケースから薬を手渡した。そのうちの一錠だけが毒薬だったのだ。友人は被害者の恋人に未練があり、婚約が許せなかったそうだ。うわ、おっかないね。事件はナイトプールで起きた。若い男性が溺れ死んでしまったのだ。彼は水泳が苦手ではなかったようだが、なぜ溺れてしまったのだろう。苦手じゃないのに溺れちゃったの、なんで？これなんか難しいな、なかなか。これ首につけてるやつが関係あるとかかな。それしか思いつかないんだけど。わかんないぞ、これ。うわぁ、これなかなか難しいな、これ。これさ、おまわりさんの足元の北海道みたいのは何？これかな？これ何何？なんか全然何かがわかんないんだけど。薬を飲んだ形跡がある。これは睡眠薬だったようだ。なるほどね。彼は睡眠薬を睡眠薬とは思わずにいつもの薬だと思って飲んだようだ。彼が何を患っていたのか推理できる手がかりはあるか。何を患っていたか？これまたさ、マスク関係あるのかな？おー、来た来た来た。なんか今回マスク多いですね。ナイトプールにまでマスクを持ってきていたようだ。彼はまた花粉症か。アレルギーを患っていた可能性が高い。なるほどね。彼の飲む薬を睡眠薬にすり替えることはできたのは誰だろうか？これさ、右にいるさ、なんか、彼女さんかわかんないけど、この女性とかじゃないよね。なんでなんで？彼の遺体に寄り添っている恋人風の女性が怪しい。恋人風なんだ。日頃から彼がどんな薬を飲んでいるのか知らなければ、そっくりな薬にすり替えるのは無理だろう。彼が、溺れるよう薬に工夫を行ったのはやはり恋人の、あ、やっぱ恋人だったんだ。の女性だった。彼女はなぜ彼を殺す理由が、殺す必要があったのだろうか。なんで全然わかんなくない？これさ、赤ちゃんマークのこれ関係あったりしないよね。なんでなんでなんで？彼女は妊娠をしていたのだ。結婚してほしいと懇願したのに彼にあっさりと断られてしまい、恨みから今回の犯行に及んだようだ。そういう理由があったのね。はい、ということでね、今回もね、結構やったので、ここで終了しようかなと思います。パートね、何になるかわかんないんですけど、まだちょっとありそうなんですけど、もしよかったらね、見てあげてください。ということで、今回はここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。